太平洋戦争中、学童疎開船対馬丸がアメリカ軍に撃沈されてから22日で80年です。黙祷。那覇市では慰霊祭が行われました。1944年8月22日沖縄から九州へ疎開する子どもなどを乗せた対馬丸は悪石島の沖合でアメリカ軍の魚雷攻撃を受け沈没。784人の子どもを含む1484人が犠牲になりました。生存者で母と兄弟4人を亡くした男性は孫と訪れました。語りたくても語れないぐらいの思いを背負ってきたおじいのこの必死になって生きてきたこの命っていうものを私たち子や孫がやっぱりこの長生きとかね楽しく生きることが本当に命の宝の意味かなと。戦争はねもうゴリゴリ